貴重なお時間をいただき、お話をさせていただきありがとうございます。唐突ですが、180万人の失われている命、人の死についてご存知ですか？全世界では、今汚染された水を摂取することによって、5歳まで生きることができない子供がいます。その数です。私はこの現実を知ったとき、胸が張り裂けそうになりました。私も今3人の子供を育てています。で、この日本では蛇口をひねれば安全な水をすぐ口にすることができます。外に行けばコンビニ、自動販売機、そういうもので安全な水を手に入れることが簡単にできてしまいます。で、そんな私たちが当たり前に味わっている安全な水を届けたい、安心を届けたいと願い、今日はここでお話をさせていただく機会をいただきました。私は2001年会社を立ち上げ、さまざまな思いから材料や発明がそこから生まれました。そのたくさんある発明の中から安全な水を届けることのできる、そういう材料のお話を今日はさせていただこうと思います。申し遅れましたが、私は普段有限会社環境科学研究所代表取締役、一般社団法人舟友の代表理事を出しております吉井久美子と申します。また兵庫ロータリー e クラブの会員で理事とロータリー財団副委員長をいたしております。その社団の中には、今日も来ておりますが、西口会員、渡辺会員、上野会員が在籍しております。私たちの活動テーマは3つ、水、食、エネルギー、この3つのテーマを軸に地球環境をよりよく後世に残していくために開発した材料を広める活動をいたしております。今日は兵庫ロータリークラブの今年度の奉仕活動として、そのテーマの中の1つ、水のプロジェクトについてお話しさせていただきたいと思います。とある6月の連絡会で、私たちの活動もロータリークラブの精神に合致するものだと気づいたのです。180万人、この数字は毎年不衛生のお水が原因で亡くなっている5歳以下で亡くなっている子どもの数です。25億人、この数字は家の中にトイレがない人の数、そのことで地下水が汚染され伝染病が蔓延しています。8億人、2014年現在世界人口72億人中8億人が安全な水を飲める環境ではないと言われています。安全な水を供給すること、それはすなわち命を守ることなのです。安全な水のために、井戸掘り、水道設備、浄水器、清水器、水の宅配、さまざまな事業が急ピッチで進められていますが、その多くに電気や複雑な機械が必要です。まさにインフラ整備の未発達な国々や場所でこそ安全な水が必要なのです。そのために私たちは3つの必要条件があると思います。1、電気を使わない。2、誰でも使える。3、優れた殺菌効果がある。電気を使わない。
このように固形物で水の中に入れるだけなので電気を使いません。誰でも使える。ピッチャーの中に材料を入れるだけなので誰でも使えます。優れた殺菌効果。シャーレの中には大腸菌と O157が繁殖しています。それがたった1時間でいなくなりました。水に触れるだけで大腸菌 O157 を死滅し、1時間で殺菌、24時間経っても菌が繁殖しませんでした。もう一つ興味深い試験結果がございます。私たちが今回ご提案する材料の殺菌試験の結果です。材料を添加していない水には大腸菌と O157 は存在し続け、今回ご提案の材料を添加した水ではたった1時間で水を殺菌し、24時間経っても繁殖しなかったのです。すなわちそれは材料を持って行ってたった1時間で汚染された水を殺菌できるということなのです。その機能材料には自然界の土の中にある材料を使っています。なので私たちは材料のことをグランデ1314と名付けました。これは13は元素記号、13番アルミナ、14番ケイ素です。そしてこのプロジェクトは何よりフィリピンの方がお使いになり、お腹を壊さなかったのでミラクルだと反響があり、欲しいという声から始まったプロジェクトなのです。この材料を求めている国や地域に届けることによって、冷静な水により失われている尊い命を救うことができるのです。このミラクルウォーターを届けるためにロータリークラブの皆様にお力をお貸しいただければ、この材料を必要としている国や場所に届けることができます。多くの命が救われると確信しています。世界180万人の汚染された水によって命を落としている子どもたちが命を育み、夢を持って未来を切り開いていく、そういうことが可能になるのです。私は今日このことを知っていただきたくてここでお話をさせていただきました。宝塚向川ロータリークラブの皆様にはぜひともお知り合いにおられるクラブにご紹介いただき、ロータリーが届けるミラクルウォーターのお話をさせていただけたなら幸いです。ぜひとも皆様のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。ここからちょっと質疑の方で、多分どんなもんやねんっていうので皆さんびっくりされてると思うので、今までロータリーがしてたのは結局その遠いところまで水を探しに行かなくちゃいけないっていうことを何とかしなくちゃいけないっていうので近くに井戸を掘り替えたわけです。で、井戸はすぐ詰まります。まだ汚染されます。で、井戸水は必ずしもきれいじゃないわけです。ところが今兵庫ロータリークラブの方が提案しているその物質を使うことによって1時間でその汚い水が全て殺菌されると、これをロータリーの活動として単なる井戸掘りをするのではなくて、こういう方向からきれいな水を世界中に届けるという運動に参加しませんかということであります。どうかちょっとここからは質疑の方をしたいと思いますので、多分何のこっちゃってびっくりされてる方もいると思うので、どうぞ何でも結構ですから、質問をしていただけたらなと思います。